バトルブレイダーズ、それはナンバーワンブレーダーを決める最高の舞台。誰もが出場を夢見るその裏で不気味に渦巻く陰謀があった。これは悪しき野望を阻止すべくバトルブレイダーズを目指す熱きブレーダーたちの物語である。おかえり。早かったね。なんだこのざまは。一体何の騒ぎだ。お見苦しいところをお見せして申し訳ありません。実は泳がせておいたネズミが尻尾を出しまして。こいつコソコソと龍河とライトニングエルドラゴのこと調べてたんだ。ほう。余興はおしまいです。一体何の目的で誰に頼まれてきたのか、ゆっくり聞かせてもらいましょうか。下がっていろ。龍河様。龍河？ですが、わざわざ龍河様の手を煩わすことは。そうだよ。僕とリブラで片付けちゃうからさ。こいつは俺の獲物だ。かっこいい。貴様、そんなにエルドラゴのことを知りたいか。なら、俺が教えてやる。望むところだ。この場でエルドラゴもろとも、お前たちの野望を打ち砕いてやる。ゴッツ！いけ、エルドラゴ！アクリアメタルウィングスマッシュ。へえ、いきなり必殺天技。圧倒的な力を持つエルドラゴに対して普通の攻撃を繰り返してもダメージを与えられません。最初の一撃に必殺天技を用いたのは賢明な判断と言えるでしょう。さすがは大鳥翼くんと言いたいところですが。何？それこそまさに龍河様の思うツボ。エルドラゴとまともに組み合ったのがかえって穴になりましたね。いいぞ龍河、そのままパワーを全部奪い取っちゃえ。パワー、まさか本当だったのか。相手のパワーを吸い取って成長する、エルドラゴが禁断のベイと言われる理由。どうした、俺を倒すんじゃなかったのか。威勢のいいのは口だけか。
キリア離れろ。クソ、なんてものを、一体なんてものを蘇らせたんだ。こんな奴をこのままにしておくわけにはいかない。絶対に俺が止めてやる。行けアキラ。バカが真正面から突っ込んでエルドラゴに勝てると思うか。まだだ。アキラダイビングクラッシュ。まだあんな力が残っていましたか。大丈夫大丈夫、龍河があんなのにやられるわけないじゃん。ね、バカな直撃だったはずだ。エルドラゴの攻撃力を利用し反撃に転じた、そのことは褒めてやる。だがそれだけだ。何、そんなものでこのエルドラゴを倒せると思ったのか。この化け物が。アクイラ、耐えろ。アクイラ、ディフェンスに回った時にこそ真の力を見せる。このまま防御に徹していれば必ず逆転のチャンスはある。なるほど、持久戦に持ち込む気ですか。チェ、どうせ勝てるわけないんだからもっと諦めちゃえばいいのに。確かに、アクイラがいつまでもエルドラゴの攻撃に耐えられるとは思えません。ですが、何か企んでいますね。なかなか楽しませてくれる。だが遊びは終わりだ。それを待っていた。アクイラ、何、カウンター狙い。くらえ、アクイラカウンタースタンス。決まった。それがどうした。何、バカだ、跳ね返せない。なぜだ、なぜこんなことが。これくらいで驚くな。貴様にエルドラゴの力を教えてやると言ったはずだ。遠慮することはない。エルドラゴの全てを味わえ。出るぞ、暗黒天気。この勝負、私が預からせてもらう。なんと、うそ、飛んだ。なんたる失態、あのようなものの侵入を許すとは。警備は一体何をしていたのです。申し訳ありません。おかげでネズミを一匹取り逃がしてしまったではないですか。本当だよ、
龍河の暗黒天儀最後まで見られなかったじゃん。フェニックス、一体彼は何者でしょう。僕らの味方じゃないことだけは確かだけどね。新たな敵。そうなると我々ダークネビラもさらなる戦力の補強を考えねばなりませんね。ああ、それなら大丈夫。もう増やしておいたから。増やした？いつの間に？うん、手土産に手柄の一つも立ててくるようにって言っておいたんだけどね。ミッションスタート。ここアラモタウンスタジアムで行われているチャレンジマッチもいよいよ決勝戦だ。今回のバトルの鍵となるのはスタジアムの中に作られた壁。この壁が上下左右ランダムに移動するんだ。ある時は身を守る盾となり、ある時は攻撃の隠れ蓑になる。この壁をどう利用するかが勝敗を分けることになるぞ。そしてこのバトルを勝ち上がってきたのは、今や知らぬ者はいない、ストームペガシスの使い手鋼銀河選手。そして対するは驚異的なシュートスピードを誇る先行のジャンゴ選手だ。来い、俺の稲妻シュートの餌食にしてやるぜ。行くぜ。それではレディー、スリー、ツー、ワン、ゴー。早い！さすがは先行のジャンゴ、目にも止まらぬ高速シュートだ。何？稲妻シュートが空中で撃ち落とされた。信じられない。一体誰がこんな真似を。あれは稲妻シュートだと？俺にはハエが止まりそうに見えたぜ。なんと乱入してきたのはベイの殺し屋スナイパー大池飛び雄選手だ。いや、飛び雄は死んだ。俺の名はデスカプリ、ダークネビラ最強の刺客だ。何？ダークネビラ？鋼銀河、俺は狙った獲物は逃がさねえ。俺のターゲットにされたことを後悔するがいい。すっぴゃん。なんだよこいつ。ダークネビラ最強とか勝手に名乗らないでほしいよね。まあいいではありませんか。お手並み拝見といきましょう。さあ始めようぜ鋼銀河。いいだろう、ダークネビラと聞いちゃ後には引けないぜ。やった、ストームペガシス対ストームカプリコーネか。こりゃ見逃せないぜ。いいぞ、やれやれ。え、でもちょっと君たち。ねえ、そんな勝手に。よし来い。ツーワンゴーシュー。わーっと、なし崩しにバトルが始まってしまった。だが、弾き飛ばされたのはストームカプリコーネ。正面からのアタックで俺のペガシスが負けるもんか。甘く見すぎだぜ。甘く見てるのはどっちだ。なんだと？全ては計算済みってことさ。ターゲットを狙いやすい位置に誘い出すのはシューティングの基本だぜ。自分は壁を盾にする気か。その通り。その位置からではお前はカプリコーネを攻撃できない。
壁が邪魔になるのはお前だって同じだろうが。それが甘いんだよ、スナイパーショット。何、こんなに狭い隙間に。スナイパーは標的が一瞬でも見えれば確実に仕留めることができる。このスタジアムは俺にとってまさに絶好のスタジアムってことさ。もはやペガシスは狙い撃ちされるだけの的に過ぎない。ふざけんな、お前にできて俺にできないわけがない。ギキャーペガシス。あっ、しまった。スタジアムの壁はランダムに移動する。壁をいかにうまく使うかが勝敗の分かれ道だと言ったはずだ。ターゲットを仕留める場所の特性を把握しておくのもスナイパーの基本中の基本だぜ。ズッキャー。ペガス、デスカプリ選手は壁の動きを完全に見抜いているぞ。だがどうやって。知れたこと。ランダムに動くといってもその動きには一定のパターンがある。壁の数、上下する間隔、方向、それら全ての組み合わせを頭に叩き込み計算すれば次の動きを予測するなんてこと簡単だ。なんということだ。壁の動きが全て頭の中に入っているというのか。スナイパーシュット。またしてもペガシスを狙い撃ちだ。これでは金魚戦術手も足も出ない。そこか。クソ、一体奴はどこなんだ。この程度か、鋼銀河。たてがみ京也から聞いていたのとは大違いだな。なんだと。一度は戦ってみたいと思っていたが、とんだ見込み違いだったようだ。どこだ、デスカプリ。こっちだ、こっち。隠れてないで出てこい。京也ならこんなこそこそ隠れて戦うような真似はしないぞ。正々堂々出てきて俺と勝負しろ。正々堂々。どんな手を使おうが、どんな手を使おうがバトルは勝てばいいのさ。けっけっ、カプリコーネ。ペガセス。壁に隠れた狙い撃ちから一転、今度はクエイクボトムを利用した連続攻撃に出た。変幻自在に壁を利用するカプリコーネの前にペガシスはなすすべがない。見たか、これこそがカプリコーネの真の力だ。どうする。諦めろ。この世には決して越えられない壁がある。そうさ、こんなものとは比べ物にならないほど大きく、そして恐ろしい壁が。何？お前には分かるまい。そいつを目にした時の俺の恐怖が。もはや逃げることも許されず、滅ぼされていくだけの絶望感。それは俺の脳に焼き付き、消えることはない。そして俺は分かったのさ、奴のエルドラゴには、龍河という壁には決して逆らえないんだ。何、龍河だと。俺が生きる道はただ一つ、お前を倒しあの人に認めてもらうことだけだ。龍河だと。くたばれ銀河、お前を倒さぬ限り俺に未来はないんだ。ふざけるな。越えられない壁なんてあるもんか。俺もペガシスも絶対に諦めたりしない。たとえどんなに高い壁だろうと、ぶち破ってでも超えたりする。甘いんだよ。くらえ、必殺転移カプリコーネスクリューデスドライバー。
バカな。バカな！デスカプリ、この世に越えられない壁などない。それを証明してやるぜ、俺とこのペガセスがな。大逆転だ。まさに起死回生の一撃、鋼銀河選手の大勝利だ。すげえ、銀河デスカプリを打ち負かしたぜ。これがたてがみ京也の言っていた鋼銀河か。ああ、デスカプリ使えないな。いえいえ、彼は十分に役目を果たしてくれましたよ。あ、鋼銀河、彼が力をつければつけるほど龍河様とエルドラゴにとっていい獲物となる。私たちは待ちましょう。彼がもっともっと美味しくなってバトルブレーダーズに来る時を。なるほどね。それはみんながベイを楽しむ大切な場所。仲間と熱いバトルをして泣いたり笑ったり、そんな大切な場所を自分たちだけのために独占するなんて許せない。行こうみんな、力を合わせて卑怯な奴らからスタジアムを取り返すんだ。ソラ、もちろん君も一緒だよ。次回、猛毒エスコルピアにゴーッシュ。